等式の変形。今回は図形の公式の中で変形をやっていくことにしましょう。次の等式を括弧内の、括弧の中の文字について解きましょう。まず一番、これは円の公式です。何の公式でしょうか。図の長さ、書き込んでいないので書いていくと、R は円の半径やね。そしてここの L イコールの L というのは円周のことです。 円周ってどうやってて出すのかか覚えてるかな。うん直径かけ ×π 円周率よねなので直径というのは半径の2倍ですつまり 2r だねそれに π をかけているので 2πr というのは直径円周になります直径かけ ×π なので円周になりますそれが L ですよというふうになってます π 円周率っていうのは3.1415というま数字になってる ね数字になってるものなのでこういうふうに書くときは数字決まっている数字円周率そして文字の順番で書きますそれじゃあこれを r について解くと言っているので r イコなんとかの形にしてあげるわけですこれはさっきと一緒ですどうやったらいいでしょうかまずちょっと難しく感じるかもしれないのは右辺に r が入っているよねなんかそうすると 邪魔なやつが見つかりづらそうな感じはしないなのでまずこの 2πr と l というのを入れ替えてあげましょうそうすると見やすくなるという人も多いんじゃないかなと思います 2πr イコール l とえそして r にするためにはこの 2π が邪魔になってるよねこの 2π というのは2 π る r 2 × π る r 全部掛け算してるってことなので移コではなくて 両辺をそのまんま 2π で割ってあげればいいよね。そうすると、約分されて、ここの 2π というのは消えます。もちろん両辺、両方割ってあげないといけません。両辺を 2π、二 2π で割ると r、r イコール、え、l÷2π です。で、割るはこれ分数の形で文字式で表した方がいいので、分数してあげるとどうなるか。どっちらが分母かなどっちが分子かな 割る数の方が分母へね。なので、2π 分の l と、こういうふうに求めることができました。解くことができました。r イコール 2π 分の l という形になります。まあ、図形の問題で出てきて、ちょっと難しく感じるかもしれないけど、やってることは等式の変形、r について解いたというだけです。それでは次、2番。 ねこれはどんな図形かというと、四角水ね。先っぽとがっているから、水です。正四角水になっています。この H というのは高さを表していて、A というのは正四角水なので、一辺が A センチのこの正方形になってますよと。それじゃあこの時 V って何を表しているかわかるかな。三分の一出てきているのでパッと思いついたかもしれないけど、A の二乗というのは結局 A×A なので、ここの 底面の面積を表しています。底面の面の積に高さ h をかけましたかける3分の1なのでこれはこの四角錐の体積を表してるんやね体積を表す時は大文字の v を使って表すことが数学では多いですそれじゃあこの式体積を表しているってのは分かったんやけど h について解くにはどうしたらいいでしょうまずさっきと一緒で右辺に h があって分かりづらい 見づらいという人は右と左を入れ替えてあげましょうつまり3分の1 a 二乗 h イコール v に直してあげますそうすると3分の1 a 二乗邪魔やなというのがわかると思いますこれは3分の1る a 二乗かける h なのでどうしたらいいかなこれは移行はできないよね項は一つの項になっているのでまず3分の1の方からいこうか3分の1に何をかけたら 係数は1になるでしょうか。うん3をかけたらいいよねなので両辺にここで3をかけてあげますそうすると左辺は A2 乗 H 右辺は 3V になりますとそしたらあと残りは A2 乗だけね A2 乗かける h なので両辺を A の2乗で割ってあげればいいですそうすると H イコール 3v ÷ a の2乗なのでどうなるかというと a の2乗が分母に来て分子が 3v になりますよと出すことができました h イコール a の2乗分の 3v です結局やってることは一緒なんだけどま続けでもこういうふうに整理をしておくと例えば半径を出したいときとか 高さを出したい時、この式に当てはめてすぐに求めることができます。図形の中でも式の変形を使ったりするので、こうした問題を1つやってみました。